はい、皆さんこんにちは、フラワーティスチームです。8月の月刊フラワー賞の発表が、単行本の都合上ちょっとね遅れてしまいまして、申し訳ありません。ここでね、発表させていただきたいと思います。では早速行ってみます。まず第1作目がこちらの作品です。こちらはですね、柿原幸子本部インストラクターの作品ですね。こちらの作品の良いところは、まあ、一目瞭然なんですけど、これ縦横ミックスのアレンジメントなんですが、このね縦横ミックスのアレンジの中にこうアクセントラインの刃物が入ってる、キキョウランだと思うんですけど入ってるんですね。このキキョウランの使い方の動きですね、動きは絶妙ですね。あとこの花材の配置、そして指の葉っぱをちゃんとこう、取ってあるんですけど、間引いて取ってあるんですけど、この辺の間引き方ですね、これとかボサボサとついてると、すごいシャープさが損なわれてしまうので、なんだろうな、こう明確なラインが出てこないんですね。なのでこう明確なラインを出す、結構花材は使ってるんですけど、明確なラインを出すための、手法が全て、この中には入っていて、だから素晴らしい作品になってるっていうところが、今回のベスト に選ばれたポイントになってます。はい、おめでとうございます。次に、近藤咲さんの作品です。こちらは円型だと思うんですけれども、このドラモンの、ね、先の動きとか、がもう完全にこうすごい、なんだろうな、エレガントに入ってきてるじゃないですか。それでこのデンファレとか例えば3キライの実って、円にするときにすごい実はこれ難しい画材なんですね。その一つ一つの配置というか、あと間引き方、カットの力、間引き方が絶妙にうまいんですね。だからこう円をこう描いてるラインがこう明確に見えてますよね。このあたりが、やっぱりなんだろうな、テクニックとしては、当たり前に綺麗に見せるテクニックではあるんですけれども、すごく難しいんです。一歩間違えると本当にこう綺麗なラインが出てこないので、とてもよくできていると思います。ありがとうございます。はい、次に森下聖子さんの作品、ここで2作紹介したいと思います。ベストフラワー賞の中に2作今回選ばれました。花材はね同じような花材なんですが、まずはこちら第1作目をご覧ください。このね作品はこのドラスナの葉っぱが、これ N フラワーでよく使うテクニックなんですけど、1枚長くして、ラインをつけていくって方法なんですね。このあたりが絶妙にこううまく入って空間取りができてますよね。あとその下にある、白いダリアとかのこの、まあ、タイニー系の花の位置ですね、これがどうしても5本からかど真ん中にドンと入れたくなるんですよ実は。ですけどこれちょっとずらしてますよね。ずらしたことによって、なんだろう、魅力が作品に生まれます。これど真ん中にあると、まあ、魅力はあるんですけれども、当たり前にこうバランスのまとまりがついていくので、まあ本当にこう当たり前にまとまっていきます作品が。ただ大きい花をちょっとずらすとまとまり自体がまあずれますよね、そのポイントがね。ただそれをずらしときながらそのポイントを他の花材で補っていくっていうところが、それもね大輪系のものじゃ、その大輪系のものより小さいもので補っていくっていうことが結構難しいんですよ。それをきちんとできてる作品でした。はい、もう一作目、これもね同じような花材を使ってるんですけど、これもね実は、ポイントをねちょっとずらしてそこに魅力を出してます。はい、こういううまさっていうところが、とても光った2作とも、とても光った作品でした。もう一度おめでとうございます。はい、はい、第3作目、これは、神田和子マスターコシの作品です。こちら本部講習会で作られた作品だったんですけれども、本当にこうモンステラ1枚をの使って、大きいモンステラだったんですけど、そのモンステラ大きいのを使ってそこからの展開ですね。だから当たり前に葉っぱ1枚がポンとあるんじゃなくて、その葉っぱ自体の中に例えば見え隠れとかそういうものを全て計算した上で、
花の配置をしていくっていうね、これ特にこれ花束なんですけれども、すごいね、絶妙で素晴らしい作品でした。おめでとうございます。はい、次に石田美希さんの作品です。これね、トウゴマ、まあ、ヒマと呼ばれている画材を使ってるんですけれども、このね、ヒマっていうのはね、難しいんですよ。これ赤軸なんですけど、赤い軸なんで、茎なんですけどね。これの、で、葉っぱも、なんだろうな、ちょっと破れたり、汚くなったりする葉っぱも多かったりして、で結構バサバサとついてるんですね。それをね、こう、うまくこう切り分けて、間引いたり切り分けたりして、フォルムを構成しています。でね、この縦型なんですけど、この作品は縦型なんだけど、その縦の作り方が、すごくうまいですね。特にこの、ね、ブルーのリンドウが右側に入ってるんですけど、その使い方がうまいです。日本人ね、よくブルーの使い方が下手って言われるんですけれども、僕はね、そんなことないと思っていて、特にこの石田さんなんかも、この作品なんかも、すごくね、ブルーをうまく使ってますよね。だから日本人はね、ブルー使い方が下手っていう外資さんに言われるんですけど、そうじゃなくて、僕から言わせるとうまいと思います。外資さんを使う方が僕は下手だと思いますけどね、普通にこう、ベタベタ貼っていくじゃないですか。まあ、どの外人さんも、こう、マスのところにベタベタ貼ってくるのばっかりで、こうアップダウンが全然なくて、まあ、ある意味日本人はね、こうアップダウンをうまく使って、まあ、構成していくんで、とてもその方が技術的には高いですし、で僕はね、素晴らしいと思ってるし、日本人の方がブルーの使い方もうまいと思ってます。その、ね、ブルーの使い方が光った作品でした。はい、で次に、こちらは村上しげみさんの作品ですね。村上さんの作品も、ここで2作紹介させていただきます。1作目はこちらの白い作品、白いダリアの作品ですね。先ほどの森下さんと、同じ時の多忙稽古の、作品だと思うんですけれども、同じ画材で使っています。先ほど紹介した作品と全く違いますよね、形もね、雰囲気も。先ほどの森下さんはちょっとこう柔らかくこう持ってきてたと思うんですけれども、まあ、ちょっとスクロールしてみてください。村上さんはね、その柔らかくする画材の中でパシッパシッとこうラインをパンパンと決めてるんですね。その決め方がね、なんともこう潔くてかっこいい。で、やっぱりこのダリアの使い方も中心にドーンと持ってきちゃうんじゃなくて、ちょっとずらして魅力を出してる。このあたりがね、すごく素敵だなと思って、ベストに選ばせていただきました。おめでとうございます。で次、もう一作。これはまたちょっと違う画材で作ってます。このね、エニシダの流れ、すごいうまいです。あとこの波乱の動きですね。波乱の動きもうまいです。これね、今回、多分このベストの中でも1番2番を争うぐらいうまいと思うんですけれども、特にねこのプロティアとか強い画材を使ってるんだけど、ものすごいエレガントにできてる。これはね、素晴らしいテクニックだと思います。これからも頑張ってください。今回は2作受賞おめでとうございました。はい、次にこちらは日高舞さんの作品です。これはね、先ほど出たやはり近藤さんの作品と画材が一緒なんですけれども、もう一回近藤さん作品見てもらうと分かります。近藤さんはこう円をね、こうスーッと円を作っていったんですけれども、日高さんもこれ円の作品だと思うんですが、ちょっと作り方が違ってます。ただ、3機雷のこのラインの取り方とか、ドラムのラインの取り方、そしてやはりこの電話の使い方とか、そのあたりが絶妙にできてます。あと葉っぱ1枚の動きも、綺麗に入っていて、この動きはやっぱりこう3万だとここまで綺麗にできないので、ベストには選ばれなかったと思います。とてもね、最後まで気の利いた素晴らしい作品でした。おめでとうございます。はい、次に最後、立石ひろこさんの作品です。こちらね、柳巻きずるとか、石灰柳とか、使って結構強い火災の中にね、ピンクッションとかバラのオレンジとか強い色を使って、モンスラーの大きいのも使ってるし、コニカルブラックも使ってるし、本当にこう強い火災がボン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 と入ってるんですよ。なのにこのエレガントさが出て、
で、石灰柳の上にアクセントラインで柳巻を入れてるんですね。この2社の全然違う2社を、こう重ねると実はここまで綺麗に普通はできないんです。ただね、これ多分ね、入れ方のバランスが絶妙ですごく綺麗にラインが入ってると思います。そのあたりが、なんだろうね、絶対に合わない2社を合わしてしまった時の求心力っていうか、惹かれる魅力っていうかってすごいものがありますね。だからこの作品見た瞬間にすごいなと思っちゃったんですけど、とても心が惹かれる素晴らしい作品でした。まあこれはね、本当に何だろうな、センスがないと多分できない作品だと思うので、これからもそのセンスを生かして頑張ってください。はい、以上、実作が8月のベストフラワー賞でした。受賞した皆さん、おめでとうございます。これからもね、たくさん素晴らしい作品を作っていってください。またね、今回選ばれなかった方でも本当にこう微妙なラインでいっぱいあったんです。実は30作品ぐらい最初選んだ時あって、その中から10作に絞り込んでるので、本当に差はほとんどないというか、差がなかった作品もあると思います。なので、ね、皆さんもぜひね、こう稽古にお稽古を、毎月のお稽古を頑張ってください。で、またね、素晴らしい作品を見せていただきたいと思います。ではね、また次回お会いしましょう。 See you next time.